はい、ロクタゴンですね、オイスターロールコ、これはロレックスの子会社っていうか、まあロレックスの廉価版ですよね。これもミス・メルセデスがドーバー海峡を渡った時のモデルですね。オクタゴンですね。古い時計はやっぱり面白くて、これも、これお父さんに送った時計なんでしょうね。裏蓋に刻印がありました。フロンファーザー、お父さんから送ったんですね。はい、ですんで、ロレックスの廉価版になりますんで、機械がですね、ロレックスじゃないんですね。開けたことなかったんで今回初めて知りましたけど、これ裏蓋ですね。ロレックスらしい派手な、いろいろ書いてある。もちろん裏蓋にはロレックスマーク入ってるんですけれども、機械がですね、これですね。これはですね、チュードルにも入ってますけど、フォンテンメロン、FHF、フォンテンメロンの機械ですね。やっぱりこのロールコーとか、オイスタージュニアスポーツとか、他にもあるんですけれども、そういう、廉価版のロレックスの、機械がですね、このフォンテンメロンですね。このフォンテンメロンの機械がチュードルになっていく、だと思います。で、これはまあ、後からつけたのかどうだかわかんないですけど、まあ、後からなんでしょうけど、ブレスも、ロレックスのブレスがついてましたね。こんな昔から三連のブレスがあったんですね。か、それとも後からつけてるかですけど。リペット型のストレートブレスです。はい。これはロレックス。1920年代から30年代にかけてのオイスターですね。ロールコですね。ロールコ、子会社。ドーバー海峡モデルですね。